はいどうもこんにちは、リュウボンです。ゴッドイーターリザレクション、今回から製品版ということでね、手に届きました。と言ってもね、おそらくだけど多分普通にコンティニューでいけるね。うん、いける。はいはい、初期アップデートとデータバージョン 1.01 が正常に適用と。はい、不具合、不具合はね、俺知る前に解消されたということで、まあこの対応の速さから言ってね、おそらくもともともうリリースした時点で気づいてたものである可能性が高いね。はいでね、相変わらずね、最近のゲームっていうのはこうやって体験版から、そのまんまねセーブデータ移行して製品版に移行するので、いやー待ちましたね、やったーみたいなのがすごくね、言いづらいもうやってるからね。はい、というわけでそうな、多分普通にストーリーを始める感じになるのかな。よ、人機の整備をしてるとわかるんだ。その傷が仲間をかばってついた傷なのか、怖がって逃げた傷なのか。あなたの人機はどっちが多いかは内緒にしとくね。やばい、バレちゃうバレちゃう。はい、ひばりちゃん、カノンさんがお一人でミッションを受注していかれた。カノン誰だっけな。フワドリガなんて一人では危険だと思うので同行お願いできますか。これでいいのかな、やっぱ二人か。とりあえずバックアップはひばりさんお願いします。はい、ですぐに気になるのは強化だよね。まだ研究段階かな。とりあえず、あ、そうだね。待って。あ、研究開発段階、まだだな。で、ちょっとね、槍はね、ブラッドアーツあってこそだということがね、分かったので、ちょっと俺はね、やっぱり、ナイフで、ナイフ?ショートで行こうと思います。で、プレデータースタイルはこのまんま。で、多分なんだけど、ショットガンがね、俺もう強化できんじゃないのなんてことはないと。はい、じゃあ行きましょう。はい、まさかね、初の製品版の任務がこのカノンの尻拭いとはな。なんだそのぶりっこ喋りは。無茶しといてさ、ね。よし、とりあえずは奴に遭遇しないといけないので、そろそろやで。来た!よいしょ!ちょっと待って。よいしょ!んー、なんだい?なになになに?あ、あ、これ!おー!お、ちょちょ、まだ!あ、あれ、やだね。ちょっと待って、狭いな。でけえからな、こいつ。つかね、こいつね、動きがね、もうバックしては突っ込んでバックしては突っ込んでの繰り返しなんで、正直ねこの辺でも狭いよね。そこの方がマシか。何、見失ってんの。あ、ほっ、よいしょ、おいで、こっちこっち、ワンワン、よし。さあこれ結構ね、そう、結構回るんだよね。そうね、すごくね、ちょっと待って、そうそうそう、動いてほしいんだよ、そっから。よいしょ。なんか知んないけど。よし、よし、いいぞ。いった!くす、なんで味方に邪魔されねえといけねえんだよ。あー、うぜえ。全然思うように戦えないんだけど。もう。つうかあれだよね。味方の識別弾がついてない味方って、かなりしんどいよね。よいしょ。あー、もう。来る?うわ。最初のやつにもね、当たり判定あるから。うざいのー。どうしたらいいんじゃろうか。
多分こいつは、もう、はい、ドラゴンズドグマオンラインバージョン 1.12 アップデートがインストールできたぞやったなバレちゃうね、こういうのねまあ今日できるとは思わなかったけど、インストールが。よいしょ。まあね、あっちの方は今動画のね、投稿はちょっとなくなってるけど、思いっきりやってるんでね。やっぱああいうゲームってね、動画として投稿するよりは、生放送の方が向いてるんだよね。あ、よいしょ。やっぱ知ってたよ。待って。やりづれなぁ。かっこいいですね。しんどいね。やりづらい、本当にやりづらい。クラドリガーはクラだろ。どんなに高く飛んでても、あれはもう多分食らうんで、絶対に無条件で。やっぱあ、おお、見えないね。ごめんね。あー、うざいね。ほんとやりづらいわ、こいつ。この辺で。よいしょ。タイヤが今ちょっと通ったな、攻撃少し。タイヤ？キャタピラ。キャタピラは歩くもんではありません。よし、いいぞ。甘いね。あー、くっそ、もうそればっかり。よし、よっしゃ、いいじゃないか、カノン。またかよ、同じことをね2回続けてやんじゃないよ、アホは。ああ、こうか。あれ、あ、そうかそうか、これで。うん、前、前輪だな。キャタピラなのに歩く。シールに突っ込ませた荒髪だから。よし、よいしょ、よいしょ。待って、なんか怖い。よし、いけ、よいしょ、よし、オッケー、よーし。意外とあれだな、まあ、意外とっていうのは死にそうだけど、俺今ロックオンなしでも意外といけそうなことが今分かったぞ。ジャンプしそう。お、よいしょ、うー、よいしょい、なんかしそうよくわかんねえけど、おい、痛い、よいしょい、人気解放、はい。今後ろから撃ったか、あいつかな。誤爆が多いっていう設定ではあるけどね、レジバーストで。さらにその数年前の話だから、1年前かな、知らんけど。まあ確実に誤爆は多いだろうね。よし、怒ってる、よいしょ、よいしょ、いいね、よいしょ。あ、水平爆破、怖えー、ひるめ、よし、痛い。ちょ、ごめんね、見えなくてすまん、すまん。いいよ、うわ、くそ、オッケー、待って、あー、しまったまあ、ちゃめっけ、ちゃめっけ。よし、壊れたな。
何やってんすか、何やってんすか、マジで。よいしょ、OK。 くーっそ、おら、あー、つれーなーこいつは。ほんと結構この腹のあたりがよく攻撃が通ったりするね。おいしょい、怖え、よいしょ、ひるめ、ひるまない、もう賭けになってるね俺の戦い方。よいしょ、何今の、ちょ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 、地雷にすげえ当たってる今のはね、よくないね、あんなひどい目に遭うんだね。ほっ、何、あ、よいしょ、16しかない、来るな、ワーク、くっそ、腹立つな。よし倒した倒した、うーん、なんかあれだな、やったーって感じのしない勝ち方だな、やっぱね、なんだろうね、うん、じゃん、もうちょっと空中を縦横無尽に飛べたらなと思うんだけどね。まあそうなるとまたゲームが変わっちゃうからね。とりあえず帰ろうか。お、解き放たれる力だ。いろ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 あったな。謎解きだね。誰？夜分すみません。私です。あなたか。びっくりした。カノンか。そこじゃなんだし。入って。失礼します。あ、調子はどう？アリサか。はい。もう大丈夫です、ご心配をおかけしました。あなたはやっぱり強いわね。そんなこと、皆さんのおかげです。コウタたちの前でもそのくらい素直でいてくれたらいいんだけど。それはあなたと一緒にロシアから来た大車先生だけど、言われて気づいた時にはもう極東支部から異動になっていたわ。早いな。その後の足取りも追ったんだけど、ロシアに戻る途中に荒神に襲われて戦死したって嘘くせえ報告しか残ってないのよ。そんな、残念だけどやっぱり腑に落ちないわよね。昨夜さん、あれスカートどうなってんの、あれ。私にも手伝わせてくれませんか。せめて何か一つでも罪滅ぼしが。あなたにこれ以上償ってもらうことなんかない。今回の件にはきっと何か裏がある。でもそうね、あなた自身にも関わることだものね。実はね、林道の置き手紙が開けられなくて困ってるの。これが最後の手がかり。でもこの手紙を読むためには林道の腕輪が必要みたいなの。一緒に探してくれる？はい。それにしても死んだ後までこんなに振り回されるとは思ってなかったけどね。死亡認定されてる。これに埋もれ、ウィペシタトゥナ。何？悲しみは海にあらず、すっかり飲み干せる。ロシアの古いことわざです。そう。ありがとう、アリサ。おお、いや、熱くないかいそれ。めっちゃ湯気立ってたけど。無理だろ。はい、人気使いに猫舌あらずとかいうね、実績が欲しかったね、今のは。半端なかったね。めっちゃ湯気立ってるやつ、ガーいったからね。はい、というわけで、今回はこれでおしまいです。またね、次回からちょっと投稿していきますんで、よろしくお願いします。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。またな。